クラブモンゲー、モンゲーっていう名前なの。驚いたな。まさかこんな世界があったとは。そして人外の生物がいっぱい。いや、待っていたよ。彼がロケットに詳しいスペシャリストか。はい、この方こそロケット研究の第一人者、ヒューリー博士だに。よろしく。こちらこそよろしく、ヒューリー。僕はマーク・シャッチーバーグだ。私はスティーブ・ジョーズ。君が来るのを待っていたよ。これで役者は揃ったね。じゃあ早速地下のミーティングルームで話そうか。ミーティングルーム、自分で迎えって。あれ地下やったんか。ああ通り過ぎた。乗れない。よし。んで、あ、ここ地下なんやね。なるほど。どこがどこなんだかよくわからねえや。前にあの骸骨みたいな人と戦ったとこや。ミーティングルーム。おお、みんなもう着席しとる。とうとう3人の天才が集まったけど、一体どんな話をするんだろうね。まず私はここで何をすべきなのか、話を聞かせてもらうよ。マークの目がいつも以上にキラキラしているな。きっとこれから行うミーティングが楽しみなんだろう。私と同じように。はい。それじゃあ時間もないし、早速プロジェクトの説明をしようか。なんだか心が躍るよ。もしかしたらこのミーティングは妖怪と人間の歴史に残る素晴らしい瞬間になるかもしれないね。人間の方の歴史にも残るんかな。妖怪の方の歴史には残るかもしれんけど。ジバニャン寝るな。だって人間には妖怪見えんもんね。まさか、人間と妖怪が共同作業とはね。人も妖怪も関係ないさ。ここにいるのはただの3人のエンジニアだ。そうだろ？うん。ああ、違いない。てか今までだってさ、アリナもケイタも人間なんですけど、共同作業してきたじゃん。イエス。確かにな。それでは説明を始めようか。我々の目的はシンプルな。やるべきことはたった一つ。ワイシャークを地上で活動可能にする。アレンドリルならばバリアも壊せるはずだからな。なんかその辺の細かい説明はしたんかな。ワイシャークって何？バリアって何？ってならん？だが、バリアを破壊するのであれば、勢いつけてぶつかるのが効率的だ。であれば、足をつけるのはナンセンス。走るよりもより速度が出る方法がある。つまりロケットエンジンが最適だと。その通りだ。うんうん、理解が早くて助かるよ。あと足をつけるとデザインが損なわれる。あのフォルムは壊したくないんだ。あ、そういうのも一応あるんやね。なるほどな。プロジェクトの内容は理解した。いけるかね、ヒューリー博士。あ、問題ない。それじゃあ早速準備に取り掛かろう。おお、天才3人の共同作業。ジバニャン、どんだけ寝るん。しかも場所移動しとるやん。燃えますな。これは熱い展開ですな。けど開発となると私たちの出番なさそうですね。その間私らは何をすればいいん。めっちゃ話し合いよるけど、プロジェクトは責任を持って進めておく。君たちは一足先にニューヨーマシティに向かっていてくれ。だったらそこにあるヨップルストアへ行くといい。うちの社員たちに僕の方からちゃんと事情を話しておくからさ。わかった。それじゃあそっちは任せてね。で、ヨップル社に行って何するの。よし。事情を話されたってね。何、しばらくこいつらを置いといてくれって。うん。こことここのパーツを外せば性能があと 10% はアップするはずだ。あ、余分なものがついとったんやね。みんなの知識が今ここで一つになっていく。たまらない瞬間だね。楽しそうだね。いくら性能を上げるためとはいえ、フォルムを崩すのは感心しないな。おー、なんかちょっと難しい。難航しとる？オーケー。さあ、ニューヨーマシティのヨップルストアへ早く行こうぜ。あれ、ジバニャンは？ヒューリー博士たちにお任せすれば、
あのビルのバリア問題はバッチリ解決できちゃう、できちゃいそうですね。できちゃいそうですね。さあ、じゃあニューヨーマシティに向かおうか。ヨップルストアで何をすればいいんかよくわからんけど、とりあえずそこで待機しとけってことやろ。場所間違えた。よいしょ。さあ、引きこもり、私のリムジンでニューヨーマシティに出発いたしますか。ニューヨーマシティに行く。では参りましょう。ここでは元気に起きとんよね。はい、到着。さあ、よっぽるこいつを止めたい。止まんねー。うおー、ニューヨーマシティをぶっちぎるぜ。いいね、いいね。ちょっと寄り道してみよう、いろいろと。なんか真新しいものはないかな。なんかさっき、あ、これか。ママのチェリーパイを手に入れた。誰のママですか？妖怪のママですか？なんか謎なんだけど。カリフォルニアロールを手に入れた。カリフォルニアロールってなんやっけ？なんか外国で言うところのお寿司って言ったっけ？なんかそんなことを聞いたような、聞いてないような。なんかあれやね、事件の前にはなかったような、おらんかったような妖怪がいっぱい。妖術大百科を手に入れた。ここで私は拾っていなかった宝箱たちを次々と開けていく。お、こっちにも行ける。あ、こっちにも行けるって、ここ、ん？誰かいるね。大経験値玉を手に入れた。お、ここもなんか電車とか通りよんや。へぇー。はい、すいません。車通りよったわ、ちゃんと。車とか走らんのかなーって思いよったけど。ちゃんとおったわ。ジーンズショップ。なにこれ、妖怪？かわいい。見ろよ、このジーンズ。そこの店で買ったんだぜ。え、なにそれ、かわいいんだけど。全然履けてないよ。結構値段が高かったから大切に履かないとな。それ履いてるの？腰パンどころじゃないと思うんやけど、パンツ丸出しじゃない？私、中学の時にさ、初めて、中学校に登校した時に先輩たちがさ、腰パンとかしとって、それを初めて見たけん、人生でめっちゃびっくりした。何この人、パンツ丸出しで歩きよんと思って。恥ずかしくないんかなって思ったし。ん、なんか旗のマークあるんやけど。結局ここで働きよん、働きよるっていうか DJ しよん。ケータ、俺のクラブハウスにようこそ。歓迎するよ、コマジロ。あ、いや、 KJ。歓迎するって言ってもお客さんがいませんけど、今日はお休みなんでウィス。それが黒い服のやつらからクラブハウスを取り返してもらってクラブを再開したんだけど、ん？再開したんだけど、お客さん戻ってきてくれないずら。多分再開したことがみんなに伝わってないんずらよ。そうだったんだ。そこでお願いがあるずら。お客さんを呼び戻すの手伝ってくんろ。神ならそごろうとの激しい戦いで客足が遠のいたクラブハウス。これじゃあ全然上がれない。客さん集めて盛り上がれ。コマしっぽ。え、何それ。このクエスト受けます。わかった、手伝うよ。ありがとうずら。あ、何？サンキューだぜ。別に言い直さなくていいよ。でもお客さんを呼び戻すってどうすればいいんだろう。こういう時は顔の広そうな妖怪にお願いするのが良さそうでミス。友達が友達を呼び、さらにその友達を呼ぶ。そうすればクラブハウスにたくさんの妖怪が来てくれるデビス。なるほど、顔の広そうな妖怪か。誰？それだったら、ビゾン的にはバスターズハウスのふぶきちゃんがおすすめかな。そうなんや、バスターズのお友達とか多い気がするみたいな。あとは街で顔の広そうな妖怪がいたら声をかけてきてくれないかな。僕たちは来てくれるお客さんのテンションを上げるのが仕事だから、こっから動けないんだよ。頼んだよ。クエスト DJKJ 発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをナビします。ナビとかあるんか知らんけど、あ、一応矢印とかあるんやね。顔の広そうな妖怪って誰？声をかけてきてくれって言われても。
とりあえず矢印があるけん、そいつらに声をかけていけばいいってことかな。じゃあまずはバスターズハウスのふぶきちゃん。お、いたいた。どうしたの？バスターズに用事？悪いけど入隊の受付は。今日はちょっとお願いがあってきたんだ。勘弁してよ。お願い？面倒事は勘弁してほしいんだけど。まあ聞くだけは聞いてあげるわ。何かあったの？実は KJ のクラブハウスにお客さんが戻ってこなくて。ああ、あのクラブハウス再開してたんだ。だからそのことをみんなに伝えてほしいんだ。やれだな。ふん、それくらいなら別にいいわよ。バスターズ関連でいろんな妖怪と話す機会が多いしね。私としてもあそこの音楽嫌いじゃないし。ありがとう。ほんと、ありがとう。嫌いそうやのね、ああいう賑やかなの。まあ頑張ってって KJ たちに伝えておいて。てかあれじゃない？妖怪お知らせッター使ったら早いんじゃね？みんな結構見よる気がするし、なんとなく。さあ、ほんじゃあ何？どっから行く？こっちか。こうなんかある。サポートライフ特別編を手に入れた。特別編とかあるんや。ホテルとかもあるんやね。なんか結構行ったことない場所とか多いんかな。こっちの方は。ん？あれもそうかな。違うんかな。あ、寿司屋。あれは違うか。KK ブラザーズか。あ、こいつ？こいつっすか。はぁ、この熱いビート。どこにぶつけたらいいんだ？一日の終わりは KJ のクラブで、それがずっと日課だったのに。おや、もしかしてクラブハウスのお客さんだったんですかね。ちょっと声をかけてみましょうか。だね。ねえ、ちょっといい？なんだい？僕は今とても気分が落ち込んでるんだ。KJ から頼まれたんだけど、クラブを再開したからみんなに声をかけてきてほしいって。よかったら。へい、今の話、本当かい？本当に KJ のクラブが再開したのかい？お客さんが来るのを待ってたよ。ワンダフォー。また KJ のリズムで踊れるんだね。この喜び、ダンスで表現しなきゃ。すぐにみんなを誘って遊びに行くよ。今夜は寝られないぞ。レッツダンシーン。ふぅ。すごい喜びよ。KJ の DJ はかなりの人気だったみたいですね。そんなに気になっとったのならさ、全然様子を見に何回も行けばいいのに。実はそんなに好きじゃなかったんじゃないの。この辺りのは起こしとるね、ちゃんと。どうしても私はあの人魚姫、人魚姫じゃないか、人魚と話したいんやけどさ。お、花坂じいさん、もしや。違う？この時期桜を咲かせなきゃいけんから大変じゃよ。まあみんなが喜んでくれるからやりがいはあるんじゃがの。おー、花坂じいさんや、いいね。ねえねえねえ、人魚さん、人魚さん。くっそ。全然声かけられなかった。ここにもちゃんとあるね。ん？ん？どっち？こっち？こいつはなんかまた別のやつか。え、なにこれ？ちょ、待って、先にこっちやっとこっか。あ、こっち？あ、君は？コンタン。コンタンといえばアイドル妖怪。とっても顔が広そうでうぃすね。あら、あなたたち久しぶりね。コンタンに何かご用？ちょっとお願いがあって、KJ のクラブハウスに。ああ、クラブハウスが再開したから友達連れて遊びに来てって。コンタン、見え見え。その通りなんだけど、ダメかな。コンタンも暇じゃ。あ、一応、念のため、確認なんだけど。KJ のクラブハウスってことはイケてる妖怪がたくさん来るのよね。ね。ああ、多分ね。じゃあクラブとか嫌いじゃないし、コンタンも行ってあげちゃおうかな。コンタンのコンタン、見え見えデュイス。すごくわかりやすい。かわいいな。これだけお知らせすれば結構集まるかな。声をかけた方々は他の妖怪に伝えてくれるとおっしゃっていましたし、きっとたくさんの妖怪が遊びに来てくれるはずデュイス。じゃあそろそろクラブハウスに戻ろっか。ということやけん、とりあえずクラブハウスのが解決してからこっちもなんかやってみよう。なんかおるもんね。なんかおる。めっちゃふわっとした感じやけど。
やっぱりこの世界の車っていうのは妖怪が運転しようかな。かっこいいな。ね。ここか、クラブ。クラブモンゲー。モンゲーっていう名前なの。なんか受付おる。ようこそ、眠らないクラブモンゲーへ。眠さなんて吹っ飛ばそう。みんなでレッツパーティー。KJ 連れてきたよ。連れてきてはないけど。モンゲー、サンキューだぜ。ケイタたちのおかげでお客さんが戻ってきてくれたよ。よかったね。もしよかったら、ケイタもオラの傷むリズムで、踊っていってくれよ。準備ができたら声をかけてくれよ。あ、ほんとや、いっぱいお客さん集まっとる。あ、ほらほらほら。あ、早速来とんやね。やっぱり KJ のリズムは最高だね。一日の疲れも吹っ飛ぶよ。今夜はオールナイトでレッツダンシング。いやでも KJ のリズムはって言われても今やるようなはカッパーやけどね。コンタンもうすでに来とるやん。どんだけや。しかもちゃんとステージの上におるっていうね。コンタン。なかなかいいじゃない。でもイケてる妖怪はどこかしら。は、なんでもないわよ。ほんとわかりやすい。なんだ、やさぐれてるな。ちくしょうこの野郎。俺だって踊りたいのに。手と足が短くて、ステップだって踏めやしない。やるせなす。かわいい。そういう妖怪なんやね。よし。じゃあ準備できたよ。俺のクラブハウスで踊っていってくれよ。はい。もしやこれはまたリズムゲームじゃ。はぁ、来たぞ。頑張ろ。あ、やべえ。早速頑張れてない。あぁ。よーよーよー、あ、いいんやけど、はいはい、すいませんね。あ、やべえ、はい。はいはいはい、できてない。ちょ、待ってね、はいはい。おし。ねえ。なんで私このタイプのやつすげえ下手くそなんやろ。やばくね。おし。あ、しゅうおすごい肩に力入ってんやけど、私今。あーやばい。よし。とりあえず大丈夫？あ、大丈夫じゃねえ。気を抜くな。失敗はしたくないな。あーやべえ。大丈夫か？あー余裕がなさすぎる。全然クールに決めれてねえ。よし。あー肩が凝りそう。大丈夫か？はい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 。はいはいはい。全然できてないし。お、とりあえずいけるか。どうよ。よし。いけてね。どうよどうよ。いけてないよ。あ、一応クリア。まだかい。ダメだダメだダメだ。ちょっと待って。あー。なんでこんなに下手くそなん？あーやべえ。あーもうちょっとで多分終わりのはず。あー終わりまでは行きたいんだけど、どう？あーよかったー。はあ疲れた。超疲れた。一応クリア？みんな乗ってるかい。もしかしてこれクリアできんかったら、クエストクリアにならんかったとか？ヘイヘイヘイ、もちろんだよ。やっぱり KJ のリズムは最高だね。あー、クリアできてよかったー。やーん、KJ かっこいい。そこに行くんか。ケイタもいい感じに乗ってたぜ。ありがとう。また乗りたくなったら来てくれよ。一戦もウェルカムだぜ。イエーイ。クエスト、DJ KJ バッチリ解決。はぁ、疲れた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。